世界のジャパンチャンネルへようこそ。日本は世界的に見ても治安が良い国だと言われており、旅行サイトがランキング付けしている2023年海外旅行で治安が良い国ベスト20で日本は9位にランクインし、常に上位に入っています。一方でお隣の韓国は日本と大きな違いがあるようです。今回は日本と韓国で落とし物のドッキリをして大きな違いに驚いたイギリス人に関する話題をご紹介します。日本と韓国の大きな違いに関して、とあるイギリス人男性のエピソードを参考にご紹介していきます。イギリスに住んでいるハリーは、とある調査会社で世界各国の平和度指数という治安指数を調査するために日本と韓国を訪れることになりました。事前に担当地域に関係している記事や動画をネットと YouTube で探していた際に、興味深い動画を見つけたそうです。それは日本で財布を50回落としてみたらというドッキリ検証動画で、ドッキリを仕掛けた50人のうち全ての人が落とした財布を拾って持ち主に返したという結果を伝える内容になっていました。動画の内容についてハリーは、僕の住むイギリスでは落とし物が返ってくるなんてありえないことだ。そもそも警察が落とし物を預かるというシステムがないなら、人は落とし物を拾ったとしても警察に届ける習慣がないんだよ。基本的にスルーされるか自宅に持ち帰るんじゃないかな、と語っていました。しかし同時に、この動画が本当なら治安度ランキングで日本はもっと上位になるはずだと考え、日本へ行った際に同じような実験を行うことにしたのです。その後、日本に到着したハリーは初めてのオフの日に早速実験してみることにしました。どうせ動画はやらせで、財布を拾った人はラッキーだと自分のものにするに違いないと内心では思いながら、人通りがそこそこある街中でわざと財布を落としたそうですが、なんと動画の通り、財布を拾ってくれた全ての人たちがすぐに走ってハリーを追いかけてきて財布を返してくれたのです。その後も実験は順調だったのですが、彼は実験に夢中になりすぎて本当に落とし物をしてしまいました。それは妹からもらったハンカチで、さすがにハンカチ1枚を交番に届けてくれる人はいないだろうと考えて落ち込んだのですが、ダメ元で交番に行ってみることに。すると交番では警察官が、お探しのものと特徴の一致するハンカチ届いてますよと言いながらハンカチを見せてくれたのです。警察官は小学生数人で届けてくれましたよ。綺麗なハンカチだから持ち主の元に戻ってほしいなと言っていましたと教えてくれ、日本の子供はなんて素直でいい子たちばかりなんだろう。日本では落とし物は警察に届けるという習慣が身についているんだと感じたと語っていました。また日本の素晴らしいところは、落とし物の件だけでなく、スーパーのレジで並んでいても割り込む人がいなかったり、どのお店でもお客さんのマナーが良い人が多いという治安の良さだそうです。続いてハリーは韓国の落とし物を郵便ポストに投函すると、警察署か郵便局経由で自身の元に届くという仕組みを知ったので、日本の次に訪れる予定だった韓国で実際に試してみることにしました。彼は日本と同じようになると期待して韓国に向かったそうですが、なんと本当に財布を落としてしまったのです。そして初日に落とした財布がハリーの手元に戻ってくることはありませんでした。落とした財布には紛失時の連絡先とパスポートのコピーも入っていましたが、帰国してからも韓国の警察署から連絡が来ることはなかったそうです。なぜ連絡が来ないのか
いろいろと考えましたが、真相は不明で。韓国では、日本のように落とし物が絶対に返ってくるわけではないということだけを痛感しました。他にも、財布を落とすというショックな出来事だけでなく、韓国で残念な出来事が続いていたそうです。滞在していたホテルの部屋に置いていた開封済みのお酒が、出かけるたびに減っているというものでした。その他にもスーパーなどでは、横入りは当たり前で、私物を盗まれたこともあったようで、ハリーは日本と韓国を比べ、安心して過ごせる日本が恋しい、韓国はもうこりごりだ、と思ったと語っていました。以上がエピソードの内容になります。日本人は海外の人たちから、シャイと思われることが多いですが、困っている人がいたら、すぐに助けようと行動をします。これは子供の時からの教えから来ており、これからも助け合いの精神を大切にしていきたいですね。この話題に対して、海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本人の優しさを知ることができた。日本人はこれが当たり前だと思っているだろうけど、世界的に見れば当たり前じゃない。リュックを後ろに背負ったまま旅できるなんて日本特有のものだしね。世界中が日本人のような優しさを持てば、もしかしたら戦争なんて起きないんじゃないかな。みんな日本人を見習おう。次の旅行の行き先は日本を選ぼう。もし日本で何かをなくしたら、警察に行って事情を話せば、かなり高い確率で手元に戻るはずだ。それだけでなく、マナーもいいんだから、絶対に気持ちのいい旅行ができるね。人を気遣う心があるし、嫌な気持ちになることはなさそうだ。日本ではバッグの中に貴重品をどれだけ入れていても、電車の中で盗まれるなんて心配をする必要がないんだ。ズボンの後ろポケットに財布を入れていたらいつの間にかなくなっていた？なんてこともないしね。日本が安心できる国なのは間違いない。この完璧な日本を称賛するための最大限の褒め言葉を教えてほしいよ。なんて素敵な国民と国なんだろうね。以前、日本のトイレに携帯電話を忘れたことがあるんだけど、遺失物取扱所に届けられていた。これには驚いたよ。そもそも、紛失物を扱うところがあることもすごいと思うし、わざわざ遠回りになっても届けてくれるっていう親切心には惚れ惚れしてしまう。しかも、子供でも落とし物を届けるっていうところがすごいよね。小さい頃から、困っている人は助けるっていう意識が備わっているんだ。知れば知るほど好きになる国だ。僕もこんな国に生まれたかったな。ドイツの場合、落とし物の財布から現金を抜いて、空の財布を警察に渡す人がいる。警察に届けないで、道端にポイ捨てする人もいるしね。日本人の誠実さと正直さは有名。それにしても韓国は行ったことあるけど、同じアジア圏とは思えないほど、日本とは比べ物にならない。マナーの悪さはもちろん、見えっ張りで嘘つきの国だ。俺も宿泊したホテルの従業員に私物を盗まれたことがあるよ。おそらくこんな奇跡が起こるのは日本だけだよ。僕の住んでいるイギリスはもちろん、日本以外の他の国だったら、落としたものは二度と戻ってくることはない。そもそもイギリスで警察による遺失物の預かりは一部を除き非対応なんだ。落とし物を発見して届けたとしても、警察がその場で破棄してしまう、なんてことすらあるんだぜ。例えば、銀行カードとかは、二次被害を防ぐ目的で破壊される、そのくらい治安が良くない。けど、日本を見て、僕は少し良い人間になれたと思う。今までは落とし物を見かけても、
知らん顔をしていたけど、これからは目立つところに置いておくようにするよ。イギリスでは警察に届けても意味がないことの方が多いからね。以上が海外の人々の反応でした。日本の治安の良さは知れ渡っており、その上で国民性を称賛するコメントが多く見られましたね。では、この件について日本の人々はどのように感じたのでしょうか。一緒に見てみましょう。日本の反応。落とし物が帰ってくるのは本当に助かる。この感覚に慣れきっているから、これじゃ海外で生活できないな。日本に住みたいっていう外国人が結構いるみたいだけど、可能性として日本に外国人在留者が増えると、財布が返ってくることが少なくなるのでは？日本人は小さい時から教育をされているけど、海外ではそうじゃないんだし、企業がしっかりと外国人を教育してくれないと困るよな。日本に住みたいと思う外国人は日本の治安の良さに憧れているし、そんなことしないでしょう。わざわざ自分で悪いことをして日本のイメージを悪くしようとか思ってないと思うけどね。もしマナーの教育がされてなくても、日本の文化や国民性に触れるうちにどうしたら良いのかということを理解できるようになるはず。日本でも盗みを働く人はいるよ。それこそ電車内で寝ている人の財布を盗んだりね。でもこの程度のことがニュースとして取り上げられることもあるっていう点では、本当に犯罪率が少なく治安がいいと言えるかも。確かに日本は他の国から見たら平和な国かもしれないが、正直政府がろくなことをやらんから、どんどん国民の不満は溜まっていると思う。給料は上がらんのに物価や税金などはどんどん上がっていく。貧困になると犯罪が増えるだろうし、治安が悪いと言われるのも近い将来かもしれないね。日本の子供はたとえ10円玉を拾っても交番に持ってくんだよ。海外の人が日本を知ってくれるのは嬉しいけど、日本で日本人が拾ってくれるとは限らない。日本では財布は返ってくるけど、スーパーや学校に置いていたビニール傘はなくなるんだ。でもビニール傘を持って行った人が盗もうとやっているとは限らない。だって同じ傘だと見分けつかなくて、自分のじゃないものを持って帰ってる可能性がある。実際に俺は昨日違う人の傘を持って帰ってきてしまった。これから持ってきてしまった場所に戻しに行く予定だ。私今まで自転車を3台は盗まれてるし、ジムのロッカーを開けられて財布を盗まれたこともあるよ。ハンカチは駅とかに結構落ちてるけど、面倒だから高いところに置くくらいかな。日本は安全と思われてるけど、傘とチャリはめっちゃ盗まれるし、ホテルの備品も盗まれることもある。ホテルの備品ってアメニティのこと？それは持って帰っていいやつでしょ？ホテルに限らず、電車や飛行機にもあるし。先日、韓国で財布を拾って警察へ届けた人がいたとニュースになって、これが韓国だ、中国人よ、見たか、と浮かれまくっていたけど、これってニュースになるほど警察へ届けることが珍しいってことだよな。日本ではほとんど当たり前だし、胸を張れるようなことじゃない。以上が日本の人々の反応でした。日本でも傘などが盗まれるという実体験を語る人もいましたが、海外の人と同様に日本人も日本は治安がいいと思っていることも分かりました。ではなぜ日本では落とし物をした際に必ずと言ってもいいほど戻ってくるのか。日本で落とし物が高確率で戻ってくる理由をいくつかご説明します。まず交番の存在が大きいでしょう。日本では
子どもの頃から、お財布や物を拾った時は交番に届けようと教えられており、それが当たり前になっているので、身近な場所にいるおまわりさんに年齢は関係なく届ける人が多いのです。このように日本では交番に届けるというシンプルなルールがあり、警察が仲介してくれるという安心感もあるので、落とし物を拾ってから届けるまでの一貫した手順が手早く身近に安心して済ませられるという環境が揃っています。しかし海外では落とし物を拾ったとしてもどういう手順で何をすればいいのかわかりません。日本のような遺失物預かり所は日本以外で見かけることは少なく、警察に届けるにしても自分の住んでいる地域のどの場所に警察署があるのか知らない人も多いのです。たとえ届けたとしても警察が必ず受け取って預かってくれるとは限りません。続いては遺失物法が考えられます。落とし物の持ち主が3ヶ月間現れない場合、落とし物は届け主のものになる。遺失者は拾得者に対して 5% から 20% の謝礼をする義務があると法律で規定されたものです。落とし主が見つかった場合は謝礼金、見つからなかった場合は自分のものになる。ということは、落とし物を警察に届けて得することはあっても損することはないと言えますよね。交番に届けるという手間が全くの無駄になるわけではありません。こういった法律のバックアップもあり、落とし物をめぐる手順やルールがしっかりと周知されているというのが、日本での落とし物届けが当たり前になっている理由ではないでしょうか。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。